昔話をしようか。アイビスの火がこの星を焼き尽くした後、決して表には出ないある組織が作られた。観測者たちの結社オーバーシア。コーラルの増殖傾向を測り、破綻が訪れる前に焼き払う。それが使命だ。私は溺れた、そして死んでいった友人たちのね。ラッドは退屈しない隠れ蓑だったが、いよいよ本来の仕事をする時が来たってわけさ。本題に入ろうか。あんたもザイレムには行ったことがあるだろう。技研の作った養生都市だ。あそこには来たるべき破綻への備えとしてちょっとした機能が隠されてる。そいつが今の状況には必要なのさ。ラッドの技術者が総がかりでザイレムのコントロールを奪いに行く。あんたにはシャシャリ出てくるに違いない。アーキバスの相手を任せたい。Another defense mission. Come on, man. 観測者たちの結社、オーバーシア。コーラルを焼き払う、使命。They want to destroy the life stream. You can't do that.Ah, come on. What the fuck? It's not like doing this shit, bro. They showed up for no fucking reason. Ain't shit happened.
ここからの引き
Who thought this shit was fun? Stop making this shit. Defense bullshit. Let me guess, this is a giant ship. Yeah, that's what I was thought. Giant ship. You want coexistence. Raven, 私の願いを聞いてはくれませんか? 新着メッセージ、なし。